はい、背番号8番、武坂道成です。お願いします。背番号18番、富山高光です。よろしくお願いします。まあでも同い年3人が、まあ、一番話すんですかね、タクト。そうね。まあでもみんな仲いいからね。特にとかないね。ないですけど、まあ一人挙げるとしたら新井くんが仲いいよ。お前仲いい、よくはない、よくはないっすね。なんか、まあ、今年鍵を握るんじゃないかなと思ってます。みんな喋るしね。うん、仲いい、仲いいね。ライバル、ライバル難しいね。難しいっすね。あんまりないっすけどね、うん、そうね、まあ、ポジションはね、みんなね、それぞれあるから。それぞれあるけど、ガイとかの、ガイのそういうキャラじゃないからね。確かに。特になしなしで、はい。まあでも世間一般的にはまあ怖いって言われてるじゃないですか。流れ玉飛んでくるから気をつけろっていうのも言われましたからね。ですけど、なんか俺ちょっとご飯屋さんとか行った感じはすごいなんか優しかったですね。なんか接し方が、確かにそんなに怖いなっていう感じの街には見えないですけどね。逆にいい印象です。うん、感じですね。ご飯屋さんはまあ何軒か行きましたけどね、小倉に。でも基本ご飯美味しいじゃないですか。うん、安くてうまいね。刺身、うん、魚うまいもんね。魚でも美味しい。なんかでも文字のなんかなんすか、なんか文字庫、なんだあれ、文字庫、なんかレトロの街みたいなのあるんですよね。そんなのあるらしい。すごいおしゃれなんですよね、結構。おしゃれで焼きカレーが名物。あ、それ言ってたわ。そこ一回来て、あ、本当に、うん、焼きカレー有名なんですよ、つって。あと焼きうどんもなんか有名なんですよね。そうですね、小倉の方ですよね。はい、焼きが有名なんですよって。焼きが有名なんだよ。とりあえずその辺行きたいです、俺は。なるほど。あと公園大きくないですか、基本的に。あ、勝山公園とか。だからなんかいろいろ、いろんなとこにある、ちょっとした公園でも子供遊ばすには良さそうだなっていうのが結構いっぱいありました。確かに行きたいです。いや、そんなに変わってないですけど、まあ、なんて言えばいいかな、なんか若い選手いるからなんかこう雰囲気もなんかなんて言う難しい、こう柔らかくなった、柔らかくなった、もっとなんか近寄りがたい感じだった。いや、そんなこともないんだけど、なんか練習中の雰囲気とかもなんかもうちょっとキリッとした時もあるし、まあでもここから分かんないですけど、そんなに特には勝ってないですけど、なんか若い選手に慣れてきてるんだなって。たまにいじられてる、うん、こっちがヒヤッとする時ある。でも全然大丈夫。そうそう、昇格教員みたいな感じです、ね、印象もそれしかないです。あとはもう本当に接点がなかったんで分かんないです。成長してると思うんですよ、それも結果で結果で現れてると思うんですけど。俺は知らんから難しいな。まあ、サッカーもそうだし、すごいなんか中心になって喋ってるし。確かに、喋りもよくね。いや、そんな特にはなかったですけど、まあなんか北九州よくたまに行ってたって聞いたんで、まあいい街とは言ってました。楽しい街って言ってました。親父は話します、話したり、まあ、LINE したり、たまに LINE するの LINE する、LINE めっちゃ来る。すげえ。ポットっすか。いや、いろんなとこ行きたいですけど、なんですかね。いや、温泉も、まあ、ちょっとコロナ落ち着いてからですけど行きたいですし、また九州来たんでご飯食べにいろんなとこ巡ったりとか、またいろいろ、まあ、簡単にたらいけなかった九州でハウステンボスとか、福岡でもいろんなとこあるんで。ステルモス行きたいわ、俺も。いや、行きたいんだ。お前が行きたい。子供も絶対喜ぶじゃないですか。でもちょっと、はい、行けたらいいなって思いますし、ちょっと楽しみですけど、ちょっとコロナの落ち着いてから行きたいです。そうですね、本当攻撃的なサッカーしてきて、しっかり繋いで、みんながリード的に動いて、ハードワークして、嫌な印象しかないんで、逆に入ったらそのイメージがぴったし合ってて、非常に楽しいサッカーするなと思います。難しいですね。なんならまだ経験豊富だからな。経験豊富ではねえだろ。そうですね、
若いフォワードの選手いっぱいいるんで言ってもまだ10日ぐらいしか経ってないんで、まだプレーをつかめてるっていうとつかめてない選手も多いんで、なんですかね、能力のある選手はいっぱいいると思うんで、まあ、あとはそれをどう結果に結びつけれるかだと思うんで、まあ、うまく話しながら、その選手の特徴を生かしながら、まあ、いろいろな経験を伝えていければいいなと思います。完璧です。いや、かましいこの感じでいいと思いますけどね。いや、いいじゃないですか、うん、この感じがいいチームだと思います。本当、変わらずだからやって、良くないとこがあったら、まあ、言うぐらいの感じがでやっていきたいです。そうです、去年の連敗続かないようなところで、いろいろ経験とか、ね、そういうところを伝えていって多分やれると思うんで、その時に去年はちょっとそうストップできる選手が多分確定いなかったような部分だと思うんで、その辺もいろいろ伝えながらやっていけたらいいなと思います。今年1年間、まあ、長いですけど、まあ、すぐ終わってしまうと思うんで、まあ、最後みんなで昇格できるように頑張っていきましょう。よろしくお願いします。目標は J1 昇格なんで、まあ、若い選手ですけど本当にいい選手がいますし、勢いのあるチームだと思うんで、まあ、これを軸にやっていって本当に最終的に J1 昇格できるように、そしていいチームができるように、力を合わせていくんで、応援よろしくお願いします。はい、大丈夫です。ありがとうございます。